表向きは不動産コンサルタントというふうに名乗っておられますけども、扱う内容は政治や経済、ビジネス、生き方、人生哲学、科学、宗教、いろいろとですね、多岐にわたる、このコンサルタントの長島さんの知見を一気にですね、情報として享受できる素晴らしいチャンネルです。皆さん、こんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということでですね、今日ご紹介するチャンネルは、長島修さんの不動産経済の展開を読むというこのチャンネルなんですね。で、まあ、チャンネルのですね、このカバー画像を見ますと、まあ、不動産、政治、経済、金融、ビジネス、長島修の不動産経済の展開を読む、働き方、生き方、歴史、科学、宗教といろいろね、書いてますけども、当初は多分、昔の動画を見ますと、かなり不動産経済の話ばかりだったんですね。ですけども、おそらく情報発信されていく中で、まあ、その不動産に与える影響っていうのは、まあ、実に外部要因がたくさんあるというところで、まあ、多分長島さん自身が、まあ、その周辺情報も自分の知ってる限り、ね、分かっちゃったり、もしくは最近ですとニュースを自分の意見で切ったり、もしくはそれに対する Q&A の質問を募集して、その質問に答えるなどしてですね、非常になんていうか、密着度の高い、そしてコミュニケーション型の YouTube チャンネルっていうのをずっとですね、やられております。で、内容はですね、毎日被るところも実際あるんですけども、やっぱり大事な話とか、この長島さんが伝えたいことっていうのは、繰り返し繰り返し、いろんな角度を変えたり、切り口を変えてお伝えしてくれてますので、すごくね、なるほど、そういう意見もあるんだなと、そういう見方もあるんだなっていうふうに、学びが深くなるんですね。そして動画もですね、本当にスマートフォン立てかけただけの、ほとんどノー編集で、まあ、ライブ配信をアーカイブに残すみたいな形でやっておられますので、すごく自然体でナチュラルで、あまり編集をしていない分ですね、この長島さんの本物さってことがすごく伝わってくる、そういう動画になっています。ちょっとね、概要欄の方をご紹介したいと思いますけども、このチャンネルの目的は、より良い人生を送るためにはどうしたらいいかを皆さんと一緒に考えること。不動産はもちろん、政治、経済、金融、ビジネス、物理学、哲学からオカルトまで幅広く語ります。ということで、もうまさにね、長島さんの生き様というものを、動画に記録している感じだなと思います。で、長島さん自身は、素晴らしい経歴をお持ちの方でですね、本当に不動産の達人、ご自身でも経営者として、会社を経営されてますし、今、会長職になってみたいですけども、本当にたくさんの知人や人脈、そしてテレビ出演、メディアからの取材、そういったものをたくさん受けられている、すごくね、やっぱり信頼されている方なんですね。で、その方が、本当に自然体で出し惜しみなく、ご本人のまさにリズムで、もう、何か勉強して喋ってるというよりも、本当に自分の中に落とし込んだ情報をご自身の言葉で語ってくださっているので、非常に見ていて、なんていうんですかね、確信めいたお話し方がやっぱされてますので、信用できるんですね。もちろん、裏取りとかね、その情報の信憑性ってものは最終的には個人で、扱う必要ありますけども、その前にこの長島さんが相当ですね、一次情報にアクセスをして、ある意味裏取りをして、そして情報提供してくれてるっていうね、チャンネルになりますので、本当私はね、すごく好きなチャンネルです。で、動画の構成としてはですね、昼間にライブ配信の、Q&A やニュース扱うっていう、情報系のチャンネルやってますけども、夕方にはお疲れ様でしたということで、なんかダラダラとですね、今の自分の考えていることだとか、逆に失敗した話だとか、もしくは笑える話だとか、あとは、ちょっと番外編的ななんかいろんな話をね、織り交ぜながら、本当にオフ会のノリで、一杯飲みながらダラダラとやっているという、これもですね、すごくオンとオフが切り替わっていて、いいなというふうに私は感じています。まあ、どっちかっていうと、昼間のニュースチャンネルを見ることが多いですけども、何かその夕方のですね、ダラダラとしたライブ配信を見ると、なんか長島さんもスーパーマンじゃなくて普通の人間なんだなっていうふうに感じですね。なんか安心感があったり、なんかちょっとお茶目なところもあって、なんか可愛い大人だなというか、なんかすごい理想的なストレスのない大人だななんていうふうに見えるんですね。多分かなり相当ファンの方もね、多いんじゃないかなって思います。で、本当にですね、YouTube をビジネスの一つとしてやってるというよりは、本当に息抜きとしてやっている、もしくは誰かのために役に立てばいいなっていうふうな貢献の気持ちでやっているっていうのもすごく伝わってきますので、これからのですね、YouTube の使い方っていうのは、こういったナチュラルな情報発信をされている方がどんどん増えてくると嬉しいなっていうふうに思っています。なので、今回ですね、僕がこうして、ちょっとだけね、影響が、あるかないかわかりませんけど、ご紹介するのにもすごく光栄だなというふうに思っています。はい。ご覧いただければね、本当にこの長島さんの頭の回転の速さ、スピード感、そして情報の収集能力、そして編集能力、解釈力というものが、分かっていただけるんじゃないかなと思います。で、かなりですね、見てる方には、その業界人だとか、同業者さんとか、ある程度立場上の方たちっていうのも、見ておられるようで、本当に言葉の選び方っていうのにも気をつけてますけども、結構ね、ズバズバ切るんですね。
わかりません、それは違いますとかね、ビシッとこう言い切るところがまた気持ちいいというところもありますので、まあ、ぜひね、チェックしてみてください。本当にこの動画はですね、チャンネルは、このチャンネルチェックするだけでもね、かなり包括的な情報がまとめて仕入れられるようなチャンネルになっていると思います。ということで、また紹介していきたいと思います。